川端です。よろしくお願いします。今回はですね、二次方程式に関する問題ですね。x2-ax+4a=0 の解が x=2a+√57 となるときの、ここの a の値を求めなさい。2021年専修大学松戸高校の問題です。まずね、これはね、解の公式ね、まず確認しましょう。ax+bx+c=0 とき、a が0でないとき、解の公式ね、2a分の −b+√b2乗-4ac ですね。これを使ってね、解いていきます。今、この二次方程式ですが、ここのね、この x2 乗の係数 a の部分が、これは1になりますね。ここ 1x 乗。で、b の部分、これ x の係数ね、x の係数の b の部分はここ -a と。で、c の部分が 4a と。いう具合に出てます。したがってこれ解の公式を使って解くならば x=2×1/2 でマイナス b ですが、マイナス b のところがマイナス a なので、マイナスカッコマイナス a になってプラス a になりますね。プラマイルート b の2乗、つまりマイナス a の2乗、マイナス 4ac、4×1×4a と。という具合になりますね、これ。そしたら、これとこれちょっと見比べてください。そうすると、これ分母の2のところ同じですね。で、a のところも同じですね。ってことは、ここが57とここが等しければいいですよね。ということなので、このルートの中身だけに注目すればいいということになります。したがって、ここの部分計算すると、a の2乗プラス、マイナス 16a ですね。a の2乗引く 16a。ここの部分ですね。これを計算したものが57だよって式は成り立ちます。したがって、a2 乗引く 16a-57=0。そうすると、因数分解。57っていうのは 3×19 でこれ57になります。3と19の差は16ですね。したがって、ここ a にしてあげて、こっちマイナス16なので、こっちマイナス19でこっちプラス3にすれば OK ですね。よって a=19 とマイナス3と出ますが、今 a が正と出てますので、ね、a が正っていうことはマイナス3はありえませんよということで、答えは a=19 という具合に出ます。はい、ということでですね、まあ一瞬ね、うんと思ったかもしれませんけども、私もね、こういう問題見たのちょっと初めてかな。なんか解の公式をちょっと使って、なんかルートで a とか出てくるね、ちょっと一瞬うんって思うかもしれないけど、まあ普通に解いてあげればね、こことここを比べてあげれば解けますよという問題でした。以上で解説終わります。では。